一番県民が関心があるところはこれがまあ南海トラフ地震と関連があるのかというところだと思うんですが、うんうんうん、先生はどういうご見解ですか。地震のメカニズムを見ればその南海トラフの地震とはちょっと違っていて、フィリピン海プレートという海のプレートの沈み込んでいる部分の一部がこう引きちぎられたっていうようなメカニズムなんですよ、うんうん、だからそういう意味で南海地震のメカニズムとはちょっと違うということ。ただ全体がバランス取れてたのに一箇所何のバランスが取れてたということ、力力学的な、メカニズム、テクトニクスっていうんですけど、それでバランスが取れていたのに一部分だけ力を取ってしまうわけですね、うん、地震という形でエネルギーを取ってしまう。そこの空白域に向かってまた新たな力の再編がこれから起きてくるわけですよ。でそれを余震と我々は呼んでいるわけですね、うん、つまりまあ今のところ関係は南海トラフと関係はないと思われるというような言い方で、ないって言わない方がいいと思います。あのやっぱりバランスが崩れてますから、それが新しい地震を誘発しないと断定する根拠は何もありません。はい、岡村客員教授は今回の地震がきっかけで別の巨大地震を引き起こす可能性は非常に低いとしながらも、改めて南海トラフ地震への心構え、そしてまずは揺れ対策の徹底を呼びかけました。もうすでに77年経ってんで、いつ発生してもおかしくないということを理解してください。今回の地震とは関係なくても、うんうんうん、明日起きてもおかしくないんですよ。で基本的には2階が1階押し潰して人が亡くなっていきますので、それは能登半島でも経験したばっかりなんですよ。しっかりした耐震補強をしてください。それしかありません。なるほど。怪我をしない体制が今できていますかっていうことをもう一回県民の方には問いかけたいと思います。うんうん、岡村客員教授は、うん、津波から逃げるためにも家の中で怪我をしないよう家具の固定や住宅の耐震をしてほしいと強く呼びかけていました。そうですね。